すごい美容成分が染み込んでますね。やべ火が当たって作り物みたいな顔になってる。やっほ、総本家ミカチャンネルです。今日はですね、皆さんサムネ見ていただきました？ちょっと気になってポチッとした方いると思うんですけど、今日はですね、金色のミイラになります。私、金色のミイラってどんなだってちょっとミイラっぽくなかったですか、あれ。すごいでしょ。純金が入ってるマスクをして、もう綺麗なお肌にしていただこうと思ってやってきましたので、私がどんなお肌になるのか、筋膜リフトっていうのもやってもらってアップさせますので、そちらもお楽しみにしていただきたいと思います。今日は鳥取県米子市にありますビューティーテラスエミナルさんにやってきました。今日施術をしていただくのはオーナーの智森さんです。よろしくお願いします。でもこの艶やかなお肌を見たら私もこうなりたいなと思います。智森さんみたいにちょっとね、色がちょっと白くなりたいな。なります。今日はなります。だんだん知らない間に進んでくるんですよ、年々。だからちょっとこんな感じでよろしくお願いします。はい、お願いします、はい。今日は何が一番お悩みですか、お顔。今日はね、私最近やっぱり年々お肌が黒くなってるっていうか、昔もうちょっと白かった気がするんだけど、くすみ、はい、なのかなと、まあ、あとはいつものごとくシワですよね。じゃあまずクレンジングと洗顔をしていきますね、はい。最近このね、泡のクレンジングなんだよね。泡がやっぱりお肌に優しいですよね。優しすぎるでしょこれ。クレンジングと洗顔と殺菌が終わりましたので、ここからがこれです。まずポレーションをしていきますね。はい、ポレーションって何ですか。って言ったけど、ポレーションはお肌に今、はい、あの悩みがいろいろあると思うんですけども、はい、こちらに効くような栄養を、お肌ってバリアかかってるので、はい、それをこじ開けるようなイメージで電流を流します。痛いくはない。ちょっとピリッとするところもありますけれど、基本的には痛みは特にありませんので、はい、はい、美容液を塗っていきますね、はい。お肌の悩みってことは、さっき言ったシワとか。そうですね、シワとかだったらやっぱりエラスチンとか必要な成分がありますので、はい、そういうのをお肌にしっかりと入れていきます。すごい美容成分が染み込んでますね。すでに欲しがってると思います。欲しがってる。欲しがってるの。半分させてもらいます。半分だけ、お、ピリってきました。痛くはない。はい、うん。青の LED は鎮静の効果があるので、鎮静しながら入れていってるような感じになります。へー、あ、くるくる、ビリビリじゃないけどピリ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 って。筋膜は分かります。筋肉が動くのが。そうか、電気で。次のやつは分かる。あ、へー、次のやつ気になるな。すごいのかな。これでお肌の奥まで入れることができるってことですか。そうです、はい。美容成分がですね、中に入っていくと、はいはい、必要なところでその子たちが働き始めるのにだいたい 2,3 時間はかかりますので、 2,3 時間後ぐらいが特にお肌が変わったなっていうのが実感できると思います。お、感じる感じる。これ乾燥肌の方がピリピリくるとかありますか。細かい傷がある方はやっぱりちょっとそこに電気が集中してしまうことがあるので、はい、ちょっとマスクで擦れて、あの結構部分とか、男性であればヒゲ剃りで、あの、ついてる方もいらっしゃるので。男性のお客さんもいらっしゃるんですか。はい、結構うちは男性も多くて。知らなかった。そうなんだ。では筋膜の手術に入っていきます。はい、筋膜ってなんか筋肉と何とかの、はい、筋肉と筋肉の間にあるような粘膜みたいなもので、はい、それがやっぱりいろんな日常のことが皆さん重なって癒着をしてしまうんですね、はい、癒着をするとやっぱり変な方に筋肉が引っ張られるので、うん、ほうれい線ができたりとかシワができたりとかしていくので、そこをしっかりと剥がしていきます。これは本当筋肉が手も動くと思います。え、ちょっと待って、怖いまず最初が、はい、リンパを流してはいきたいんですけど、はい、流すにも排水口が詰まってるとうまく流れないので、そこのリンパを今まず解放するような作業をしていきますね。ピリピリするかもしれません。何も来ないです。そんなに感じないな。
ってことは詰まってるってことですね。嘘。はい。急にパカって開くと、あのよりビリビリ感を感じると思いますので。ね、結構詰まってますよね。結構詰まってるよ。硬いですね。わからん。なんかすごい。急に気多分来ると思います。うわあ、ちょっと待って。急に来た。自分の思ってないところが動いた。つながってるんだよね、筋肉が。すごいね。不思議な感覚。あー、ちょっと待って。これ何？どういうこと？ほらほらほら、ガクンって。勝手にあの顔も動くと。待って、勝手だよ。何今の？今ね、動いた。あ、動いた。すごい。ちょっと待って。これすごいんだけど。ちょっと笑い。いや、なります、なります。なるの、はい、施術した後はその筋膜の癒着がほぐれて、うん、表情が柔らかくなったりするんですか？そうですね。あと笑いやすくなると思う。すごくそれ以上動きやすいので顔がいや、でも言われてみたら喋りやすい気がするんだけど、顔が軽いってこと、軽くなった感じですよね。次、筋膜リリースしていきますね、はい、リリース剥がしていきますね。で、鎖骨が出てくるんだ。そうです。分かりませんか、場所が違うのが、うん、マジで影がすごい出てるの今。あ、ほら見た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 、あらぬ方向に急に自分ではやってないのにほら痛くはないんでしょ、ビクンってなるとき。痛くはないけど、うん、予想外に動くからびっくりする、それなかなかわざとでもできないよね。なんか引っ張られた感じ。そう。でもその外側から引っ張られたというよりは、うん、内側から引っ張られてる感じ。顔が凝ってるのかも。うん、すごい凝ってます ね。だいぶ変わるんじゃない？目がすごい凝ってるかもしれないですね。本当に？本当はここ気持ちいいはずですけど。なんか終始気持ちよさそうだね。うん、気持ちいい。これね。最初は驚きましたけど、だんだん慣れてきたら気持ちいい。あ、鎖骨が出てきた。本当に、うん、すごい違いますよ。全然違うよ今。私何にもしてないんだけど詰まってたんだね。なのか。今半眼してみましたよ。こっちから見ると右がね、高くなった。本当？目の上に見えるよ。目の鼻の形も違う。お顔のフェイスが見えるタイプ。鎖骨どうですか？うん、違うと思うよこれ。鼻の形が変わりましたね、うん、厚みが違うかな。わあ。鎖骨がね、あるね。もっとなかったの？もっとなかった。ここがすごい詰まってたので、うん、本当に？ここはね、血と比べると位置が違うのが分かんないから。そう位置が。へえ、分からん。あー、すごい気持ちいいわ。頭も凝ってますね。頭も凝ってますね。なんかゴリゴリ言ってる。頭はほぐした方がいいです。やっぱり顔とつながってますからね。止まっちゃった。どうしよう、眠たくなっていた。あとは拭き取りをして、はい、ゴールでいきます。いよいよ。私結構低食欲症で、ちょっと足出しとこう。足で大丈夫です。そこ出しとけば大丈夫なの？足出しとかんと。ここも閉じて、ここもでしょ。どっちか開けましょうか。そうしよう。いや、まあ閉じてもらっていいでしょ。許可がおりましたけど。ちょっと見ちてこれ。すごっ。キラキラ。待って待って待って。すごいかんこれ。ピカピカだで。私布みたいなのを貼ってくんだと思ってたら、うん、俺もそう思っとった。これを塗ってくんですね。はい、塗っていきます。きた、冷たいですよ。きた、いきなり、いきなり。きた。あ、冷たいんだ。あ、これ笑ったら笑ったまんま。笑ったまま固めてもらったら。目を開けるの？目は閉じていただければ目元も全部塞ぎますけど、口元開けときますね。じゃあ、はい、目はじゃあもうあのやべ。結構勢いよくやりますね。すごい冷たいんですよこれ。すごマイナス8度まで、あの今の体温から下がるので引き締め効果もすごくありますね、これまつげに塗っても大丈夫なんですか？はい、まつエクしてても大丈夫です。まつげが全部抜けるかと思った。そう、
空気に触れるだけで固まってくるんですか？これはあのジェルと特殊な粉をパウダーを混ぜてるんですけど、はい、それで固まっていく。これ何に効くんですか？まず純金自体がすごくアンチエイジングの若返りの効果がすごくあるのと、肌のバリア機能をかなり高める成分が入ってますので、お肌の弱い方とかでもおすすめのマスクです。密閉状態になることで、密閉している中がすごく再生機能かなり速度が高まるんですね。この金色だけじゃなくて他の色もあるんですよね。一応10種類分かれてまして。そんなに色によってあの成分が変わったりとか、効き目がまた変わります。オレンジだったらすごく保湿とか美白に特化してますし、黄緑とかだとお肌の弾力とか張りとか、男性は結構黒とかそういうのが多いです。効能は黒は何がどうなんですか？黒はちょっと脂性肌、ちょっとオイリーな肌の方とか、ニキビ系から男性は黒が結構あの気に入ってされる方。なるほど。ちなみにこのゴールドは？ゴールドは強力な強力な強力なエナジーチャージっていう感じでお肌に必要なものをしっかりと届けることができますし、水分をすごくストックする力が強いので乾燥の人とかにもおすすめですし、若返り効果がすごくあります。光が当たってクリボンみたいな顔になってるこれパカって剥いだら マスクみたいになるんです。あ、そうです。ただみかちゃんなんでこれ垂れ下がらないのかな？もうそうですね、もうだいぶだんだん固まってきてます。うわすごいプンプルしてる、プルンプルしちゃった、ね、マジでほらうわ手がつかないのちょっと触ってみていい？うわ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 何何面白い。剥いでみましょう。うわ剥いでみるってそうやって剥げるんだ。うわどう剥げる瞬間のこの気持ちいい。うわ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 やっぱうわすごい。うわめっちゃ白くないですか？取れてなかったんや。めっちゃ白くないですか？うんめっちゃ綺麗じゃん。脱皮した脱皮した脱皮した本当すごくないですか？脱皮した。あすごいよ今すっごい綺麗。すごい白くなった。白いめちゃめちゃ白い。やったー。これにちょっと美白の入れてもらったんでしたっけ？あ、もちろん入ってますよ。これ白くなった。入ってるんだ。パックにも入ってますね。へぇー。あれ見て、あれ見て。あ、これ目だ。うわ、すごっ。こんなの、はい、やってたの、はい、差し上げます。記念にどうでしょうか？もう一回いけるよ。まつげも抜けてない。本当だね。すごいすごい。顔がね、白い。真っ白になってるので、ちょっと確認してみてください。本当だすごいよな。ちょっと白くなった。男性が見てもね、分かりますよ、ね、うん、分かる分かる。すごい。しかもなんか本当にハリを感じる。久しぶりあとねなんか顔が笑いやすくなった。コリがこれで思う存分笑えますね。笑える。これは綺麗めっちゃ綺麗。ハリを感じる。そう。ハリって感じないの普段。弾力？ほら。乾燥しとったってことなの？乾燥があったかもしれないけど、あとはそのなんか今日やってもらったホレーションとかも良かったんじゃないかな。ああ。終わりました。おお。ちょっと待って。今日のお願いの白さとしっとりもっちり。しっとり？すごくない？これほうれい線ちょっと良くない？すごい肌がね、うん、ツヤツヤしてる今。うん、本当に顔が上がった気がするな。上も長く見えます。なんかそんな感じする。ということで今日は夜名越恵美なるさんで施術をしていただきました。本当にありがとうございました。こんなお肌になりますので皆さんもぜひ来てみてください。あ、気持ちよかったです。ありがとうございます。そうきみかチャンネルいいなと思った方はぜひチャンネル登録と楽しいサイト強化堂、それから LINE の登録をぜひよかったらしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね。バイバイ。
ポレーション筋膜リフト純金パックをして一晩が明けました。どうでしょうか。近寄る。すごくしっとりしててきめ細やかなね感じがするんですよ。昨日もねもうすでにやった後から肌の調子めちゃくちゃいいなと思ったんですけど、一晩開けてさらになんか落ち着きました。しっとり感が増した感じです。どうでしょうか見た目わかりますかね。こんな感じです。こっちも。あと一番感じるのが肌のトーンアップです。いつもより本当に白い気がするんですよ。私のちょっと悩みだったくすみですよね。年齢を重ねるごとにちょっと黒くなってきてたんですけど、今回本当にさせていただいた後ちょっと白い気がします。白いというかトーンアップしたというのが正しいですね多分。いかがでしょうか。そんな感じでございます。もしかしてシワも減ってるか、どうでしょうか。ということで経過をお伝えしました。